いいやん、かっこいい。最後ちょっと検査と言いますか、ちょっとそっちの加工のノリがちょっと悪くて6センチだったっけ、6センチ6センチ全部パーだったじゃん。どうするか、それその責任は誰が取るんだって言ってるよね。もうこれ今回全部チャンスになる可能性あるね。そんなに中途半端だよ。そうでしょ、ちょっと丸める形で。そんだけで僕もそれ、純たちは真面目にやってますみたいな言い方されると僕もイラつくじゃないですか。じゃあ俺真面目にやってねえんかってなるじゃないですか。俺も一生懸命真面目にこれに取り組んでるわけですよ。この辺り、あ、じゃああえやって感じですよ。そんな。だけど、だけどって言われて、子供じゃねえんだもんね。社長、おはようっす。ちゃんとここだろ。おはようっす。あ、まだ、まだ結構あの、斜めに止まってるとこっす。なんか YouTube を視聴者さんから、大晦日から社長の家で僕行ってるじゃないですか。元旦か。元旦から呼び出す社長、呼び出すなんかパワハラ会社みたいなコメント3件ぐらい来てるんですけど、それってそんなレベルなんですか、世間って。本当ないですけど、逆に可愛がってくれてるみたいな感じにならないんですかね。はい、失礼します。すごいぞ、すごい感じだぞ。はい、じゃあお願いします。よろしくお願いします。はい、お願いします。まあ、今回、リライル加工と、まあ、さらにこう、カバロス加工っていう、特殊加工ですね、機能加工をちょっと、リライルは、サーチ社長の、はい、サーチ社長の研究者で、ちょっと今回、一回、その記事をですね、ちょっと作ったところを、まあ、最後にちょっと検査といいますか、ちょっとそっちの加工のノリがちょっと悪くて、とにかくテストしたんじゃないですか、テスト段階でよかった。テスト段階ではもう、乗るっていうのは、分かってたんですけども、ちょっと実はちょっと量産に行ったら、ちょっと、あんまり仕上がりが良くなかったので、ちょっと急遽ですね、生地を1から全部もう一回こう作り直して、しかも6千着だったっけ、6千着、6千着全部パーだったでしょ、そうですね、ちょっと、はい、こうやって製品になる前に、ちょっと止めてですね、ちなみに俺はその時に電話で言ったよね、何言った。製造まあ、製造向こうはまあ、保証することだよね、ある程度。まあ、そっちは。だいぶ空港はそうでしょ、どうせ。もともとの当初の予定よりも、お前のほうが長くやってるんでしょ。いや、大丈夫です。はい。ってことは、俺らも、ちょうど、まあ、ね、ないですね。なので、まあ、ありっぱな製品をちょっと出させて。楽しみだね、楽しみだね、交渉成立だね。え、まあ、本題は入ってないので、まだ。本題は出ないよね。ね。で、中央あるの、もう一応足りないある。あ、どうですね。これなんて数字持っていいところだね。もうこれ今回全部チャンスっていう可能性あるね。一斉したよ。全部チャンスだったわけね。これ過去ですか、このような。はい、ですね。次のあんま取っとるね。これだけ下がってない。もともとの経営なんでね。営業としてはですね、これじゃないか、これじゃなくて営業がいいってこと、そうでしょ、ここでしょ、ちょっと丸める形で、そんだけ、でも向こうの工場にはだいぶ食い込ましちゃうんですよ、工場のほうが、お前、今、半端なんて言っとんでしょ、もともと年代通りだったやつ、もうええよって、そんな反応しちゃう、いねえとみたいな話じゃないよ、今回。それだってそこで自分たちが見に行ったら大変、ね、サロンがちゃんと転換されていかんと思う、うん、中国が飛び込むカメラ回してカメラ回して中国が明日飛ぼうかいい来てるよって言うよこういうのそこは責任と、ね、まあ、これね岩井も意味をしてるように、まあ、視聴者にも言ってるけどやっぱビジネスの世界だから、うん、ね、お互いのやっぱ無空表地点があるでも俺っていうのは絶対的に損ってやがるじゃん。お客さんにこれ出してくれる、1ヶ月遅れるとか冬物作ってるから、うん、大きな損害はあるよね、絶対的に。
ちょっと工場さんの方も、ね、あ、工場さん、リーじゃないですか。まあ、こちらもですね、何回かこう試作を、段階を踏んで、まあ、毎回こう中国とですね、こうやり取りっていうので、そこそこのこう、まあ、やってみましょうと、ここで30円、40円ちょっと納得できるから、もう一仕事ちょっと、はい、じゃあ、ボス呼んでよ、ボス話すの、その上の人間と、あそこで、あそこで、あそこで、あ、それもう、カバロス、このカバロス、はい、カバロスにもないと思ってね、カバロスが、今回その製品まで、はい、作ってる、まあ、工場管理してる会社、あ、カバロスがもうこれまで、なんでうちはこう企画と設計を、あ、フルから全部、あ、カバラスの会社名なんていうのかもしれないけど、ハップさんという、ハップさんという会社さんが、はい、あ、うちらでウェアも何でもしますわ、はい、もう動いてるんだけど、カバラス動いてる、それが一緒に行ってくればね、あ、社長やっぱこれじゃ僕も社長に出せないですわ、このこと後ろでそれいけ、はい、ちょっと段取りします、今入れるぐらい、これ入れるぐらい、あ、いいじゃん、いいじゃん、いいやん、かっこいいやん、そう強そう。強。俺のデザインになってや。うわーって言わなかったよ。なんか、いやー、社長うわーどうだもんって言ってたらガーッていける、もうこんなもんがこんなん出せるぞーって抜かされてねえ、やるだろーって言える、お前1ヶ月そんなこと見ると思っとんなーって言える、お、強そうやな、おー、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん、あ、でもかっこよくなったね、やっぱり、ロゴが入ってないな、ズボンは。ここにやっぱりズボンはゴムでね。あ、ゴムだ。いや、だけどいいもの作れたね。これ1年半ぐらいかけたのか、ぐらい。うっそー。いいもんできたよ。ちょっといいじゃん。あとは値段ですね。いくらかも大丈夫。今、社長と岡部くんが休憩習慣に担当のさんが多分先方さんに電話を入れて事情を説明して展開を多分説明してるのだろうと勝手に予想してます。誰と電話してたんですか、誰と電話してたんですか、これから行く、まあ、社長さんとちょっと今話したんですけど、まあ、そういう感じに、ちょっと、はい、この社長来たら、一回ちょっと作戦会議させてほしい。ガチなんでね、どうまずいですか、もう無理よって、撮影が NG。撮影は OK なんですけど。ちょっと今、まあ、その席戻った時に行けないよ、ちょっと一個、まあ、こんな感じのっていう話をちょっとしたところ、ちょっとこういう行かないようですと、ちょっとやっぱり合計できないと、シビア戦、ちょっとその辺に一回でちょっと何も知らない社長が持ってきました、あ、カメラ回ってます、カメラ回ってます、作戦会議を上で一回差し上げます、カメラ回ってます、いいもの撮れてます、まあ今、まあ、この後行く、ハップさんに、まあ、ちょっとうちの、まあ、窓口の方と、まあ、今回社長さんも出られるというところで、社長と、はい、で、まあ、ちょっと待ってくれって言ったのが、その社長さんが、まあ、出先から戻ってくるので、もうちょっと待ってくれって話だったんですけど、で、まあ、その担当の方から、ちょっと社長に、まあ、今回の、最初ね、あ、そうですね、はい、で、ちょっと、まあ、話をしたところで、電話ね、そう、電話で言うよ、交渉下手だよな、すみません、まあ、すみません、で、で、結論からもしますと、ちょっとやっぱこう、まあ、今回の、まあ、内容のようなこのやっぱりこうあまり乗り出ていますか、まあ、ちょっとその、取って
しまうと、ちょっと向こうの、まあ、カバロスっていう、まあ、ブランドで一応 やってるところもあって、うん、ちょっとまあそこがこう毀損されてしまうと、なので、まあ、そういった内容であれば、ちょっとお断りだとか、いう話をちょっとされてしまって、ちょっともうでその社長はちょっともう、もう俺はもう完全に移んないというか、もう戻らないと、なのでその担当とやるならやってくれという話で、今まあちょっとそこでもう完全にあちらのちょっと、まあ今日の今日までちょっとね、伝えてね、それ一応最後でしょ、その誤解を生んじゃうよね、誤解を生んじゃうでしょ、負けろみたいな感じで、あ、なので、まあ、それをこう面白おかしくと言いますか、うん、それで、出す、リリースするっていうのは、まあ、そもそもそのカバラスっていうきちんとした加工の、ことを、まあ、きちんとこう伝えてもらうっていうのが、まあうん、であればっていうところで、まあ、今回それもそれで上手にやるで、うん、写真に出てくれると困る、余計なこと言うもんね、話が面白い、一回社長に電話してちゃんと喋るわ、ちょっと、ね、余計なこと言うもんで、ね、恥を欲しがるんで、ね、結構怒ってるんですね、怒ってる、まあ、そうですね、そうですね、ハッパー社長さんはちょっと、はもう、もう今日はちょっとなんでも歌ってあげるよ、まあ、でもそれ担当者が聞いただけでしょ、社長が直接聞いたわけじゃないでしょ、あ、社長と喋ったの、はい、社長と喋りました、電話ね、はい、社長がもう知ってたので、今社長にかけました、あ、そうですか、はい、社長、あ、違う、今すいません、全部間違って書きました、そうです、違いました社長に電話出ない、社長に電話出ない、もう出先からも戻るんですけど、あ、で、今やるので、まあ、その板間さん見ちゃうそうなんですね、伝え方でしょ、板間さん言うもんね、いいよ、社長ではね、担当者、担当者は受け電話して、はい、ちょ YouTube やってないで、まあ、しょうがないと、動揺したんでしょ、動揺したんでしょ、すいません、で、鈴木社長の方が、いや、一回変わる、あ、しゃべる、もう分からなくなっちゃう、自分もしゃべっちゃう、あ、もしもし、あ、はじめまして、よろしいですか、いや、なんかちょっとなんか社長が怒っちゃったみたいな話をちらっと聞いてあるんですけど、いや、なんか、まあ、僕からしたらその、まあ、YouTube のサムネがあるんで、まあ、大筋としてはそういう流れで、でその中でなんか言い訳じゃないですけど、その現場で話してるけどこれすごいいいものなんだよとかああだよとかってやっぱ高まってくると思うんですよね、結局はじゃあ負けれないと、あの負けろみたいな、まあ、ネタでいくわけじゃないですか、僕は、まあ、1ヶ月遅れたんだから負けろみたいな、でその中で会話の中で例えば、いやでも実はこれって15の加工があってとか、いきなり15の加工っていきなり最初から説明したらただのカタログ動画なんですよね、だから別にその現場で合わせながら動画も撮ってもね、まあぜひ社長にも出てほしいなと思って、ちょっと一回社長と直接喋らせてくれるんですか、そんななんか考えとるような風じゃないと思うんですよね、別に多分そのも YouTube に出たことがないから、なんか変にそのカメラの前で俺らが喋ってることだけ真に受けちゃって多分伝えたと思うんですよね、なんかそのゴールが見えてないから結局。で僕からしたらこのシャツがいいものとカバロスっていう加工を僕らは前面に出してお客さんに売りたいわけじゃないですか。だからこの動画で何を視聴者に伝えたいかっていうと、その、まあ、服のねすごい時間かけて開発したっていうことと、そのカバロス加工っていうのが素晴らしいってことを視聴者に伝えたいわけですよ。だけどサムネイルがこれは素晴らしいものですって言ったって誰も見ないんですよ。そうですね、だからそういう大筋の流れはそれなんですよ、もちろん動画の中って。でサムネをそうしていきたいからサムネ案でこう話が動いてたけど、多分そこがネタになっちゃうみたいなことだけが頭に張り付いてるから、うん、ちらっと内容も聞いとったんですけど、内容が教えてほしいっていうのは言ってたんですけど、まあ、僕も現場合わせみたいなのがあるんで、その実際に物も見たことない、人とも喋ったこともないので、どこまでの内容っていうのはぶっちゃけ考えられないんですよね、うん、だから別に、まあ、僕らしたらじゃあそのカバロス加工がいいことと、そのボディをその作ってくれたっていうのがどれだけいいものかっていうのを伝えていきたいわけなんですよね。で結局動画なんかもうそれに限るんですよ、内容なんですかって言ったらそれしかないんですよ、うん、ただ
そうそう、ね、ただサムネイル的に、いや例えばあの担当者が社長といい合いになっちゃいましたとか、そんなサムネでミキトが見るわけじゃないですか。でお金でも寝ましたとか、まあ、せっかく僕もこうやって東京に来たんで、もうぜひ会っている話も聞きたいなっていうのがあるんで、多分こうやって僕から電話で話聞くとなんとなくわかりますよね。で内容教えてくれ何って言われちゃっても僕も伝えられないし、そんなこと。うん、いやそんな想像してるようにならないと思うんだけどな、別に。で僕もそれ自分たちは真面目にやってますみたいな言い方されると僕もイラつくじゃないですか。じゃあ俺真面目にやってねえんかってなるじゃないですか。俺も一生懸命真面目にこれに取り組んでるわけですよ。で僕たち真面目にやってます、いいもの作ってます、僕それあなた方から買ってるわけですよ。こんなもんろくなもんじゃねえから買わないで言ってるわけじゃないですよ。で俺もこれ3時間も4時間もかけて車で来とるんですよ。この辺りあじゃあ会えやって感じですよ。そんなでだけどって言われて子供じゃねえんだもんで、ね、社長もそんな内容だったら会えませんって、子供かって。ただ会って話はいいじゃないですか。だったらこれは無理ですって。で僕も何回も伝えたのが、動画撮って作ったものをちゃんと提供して、あこれは嫌です、嫌じゃないですって、ボツになってもいいわけですよ別に僕は、うん、そんなことよりも企画書を作ってこうやって動画なんか作れないもんですから。もちろんお仕事でじゃあこんな役演じてくださいって言ってできます、全面的に出したればいいものを作れば、結局俺もこれを販売するんだから同じ船に乗っとるわけですよ、うん、それを別に飲みに来とるわけじゃないもんですから。で確認じゃなくてあの しゃべらせてくださいよ。なんかもう話がおかしくなってっちゃうでしょ、みんなが間間でこうやってごちゃ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 言われて、うん、でね別に社長もその子供じゃねえんだもんね、あもう俺いかんって言っちゃって3時間かけて来とるんだもん、なっちゃいますよ本当に、ハメになってまいますよ。怒るで言いたいことは直接僕に言っちゃってください、伝えてください、うん、よろしくお願いします。はい、失礼します。どうぞ。別にそんな中で無茶しかねすぎなんですね、まあ、しょうがないから YouTube やってないからね。社長も電話も電話しちゃった。電話あったらどうですか。全部キャンセルしてる。金返してこれ払い方はやめるよ。そんなことそうわけなの、付き合っていきましょう。すぐちょっとこっちに来るっていうことなんで、ちょっとそこで一回一緒に進んでみる。社長のリライブの社長の動画を元気食ってない。あ、無言で今無言で送ったよ、こんな感じですよって。誰もそうじゃん、金の交渉から、まあ、サムネは金の交渉になってるけど、いや、紹介してるじゃん。していただくと、その、まあ、僕らが動画を撮りに来たと。で、ちょっと待ってくださいね、音を大きくするんで。その、から聞いた内容は、その値引き交渉に来ると。で、それに対しては、その、ブランドイメージがあるから、動画出れないっていうことをちらっと、まあ、聞いたんですけど、まあ、こんな、まあ、ざくとしてこんな感じでいいですか、僕の認識としては。はい、いやそれはですね、が悪いわけでもなく、その僕が悪いんですけど、まあそのなんかちょっと上手に現場合わせだわって言って、で、まあ、ちなみにあのリライブって、リライブシャツのリライブってちょっと知識ありますか。あ、もうあれも僕現場合わせなんですよ、最近撮ったその佐々木社長に、まあ、値引きしてくださいみたいな。 でもあれって裏側では結構あの喋ってるわけですよね、こうやって言うんで。でただもうあの値引きのことだけはボンとぶつけんといい顔取れないんで、僕もボンとぶつけたんですけど、で結局怒られて、だから僕もなんかカメラが回ってるから、なんか多分すごい、多分なんかテレビ局みたいな感じで、なんか変なこと喋れないみたいなイメージが強いわけで、そんななんか YouTube で適当に撮って編集したものはきちっとお互いに確認し合って調整してやるもんですから。ただ僕としては一番やりたくないのは、 YouTube で僕これ販売します、カバロス加工はすごいなんていうサムネは使いたくないわけですよね、数字も見ないから、皆さん買ってくださいみたいなのはやりたくないわけですよね。で僕はまあ大筋のイメージは、まあこれでちょうど1ヶ月ね、お金が製品が遅れたとかあるもんで、そこの流れに
ちょっと取って、うん、でまあその中にいいものを作った、ボディがいいものを作る、まあそこの服のデザインがいいとかとか今喋ってきたんですけど、で社長さんが今おる、僕は出てそのやっぱ社長とかが喋った方がやっぱ熱が入るじゃないですか、その商品に対して。だから僕はぜひ社長さんに喋ってほしいと思ってるんですよ。でまあその中で僕はそのここは消してくれとか、もう僕が出たシーンすらカットしてくれって言うなら別にカットするんですけど、ああ、そういうことですか。まあ多分君も悪い人じゃないですけど口下手ですからね、はい、ちょっと多分板挟みで僕もこういうキャラだから言えないのもあって、多分間で揉まれとったと思うんですけど、社長本当にカメラ回す回さは別として、まあ撮っちゃってるんですけど、あの勝手にこれも使わないんで、もちろん一度お会いするだけでも10分でもお会いできないですか。僕も多分なんか想像と全然違うと思うんですよね。でもこの製品のことを多分話すなら社長が話された方が多分いいと思うんです。もう勝手なことは絶対僕らは絶対しないんで、勝手な動画を公開されるとか、佐々木社長にもあの公開出して、いろいろ調整しながら動画も作ってるんで、で僕もじゃあそれだからやっぱ原稿書いて持ってこいとか、なかなかやっぱそこまでのじゃあ人間もいないですから、僕らはあの職人とか今連れてきて撮影しとるぐらいなんで、僕がほとんどメインに動いてる、なかなかそんな企画書も出せないし、まあ、会社も見たことない先の企画も考えれないっていうのもちょっと大きくて、まあ、一度5分10分でもいいんでお会いできないですか。あ、いいですか。じゃあちょっと今からすぐ行きますので。あれもだよ。ちょっと間違いっすね、みんな見とったからね俺も集まっとるもんねなんか俺の悪いやつ言うて、ハンさんが見るってね何こんなのですか。はい、これも囲ってみんな不安そうですね。え、何でしたっけ。本当にもう嬉しい、やるんだよ、それ両方とかね、はい、悪霊に取り憑かれたって言うと言います、ね、あ、お邪魔す、すいません、じゃあ一応カメラ持ってますけど、あの使われても使いました。ちなみにどうですか。いや、僕は全然大丈夫です。大丈夫ですか。本当に面白いです、本当に面白いです。セブンコリップで電話も出んかったもん、なるとんかおいさー僕たち言ってましたけど、面白おかしくやったら全然 OK で、はいはいはい、でもめっちゃ面白いんだから、はい、でも多分さっき土下座した方がいいですって自分で言っとったんですけど、多分社長が多分何を学んだけどな、多分そうだよね、多分もっと面白いなじゃあ一回やばった方がいいんじゃん、土下座したらやばいんじゃん。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、あの清川出身で、あ、ハバロスは、はい、あらゆる素材や製品に、はいはい、あらゆる機能性を後付けできるっていうのが特徴なんですよ、はいはい、今回ね、みんなで言うと、はい、まあ、汗を、まあ、冬でも夏でもかくので、はい、そうするとその寝冷えというかその汗冷えとか、はい、そういうのがないようにとか、こうベタつきがないように、はい、例えば汗をかいて拡散させてサラサラしてる、例えば濡れててもサラサラするとか、はい、そんなことが可能なんですか。ここに手を入れていただくと、はい、裸になってますか。いいです。あ、冷たい。冷たい。で、このもっと逆に。はい。おーおーおおすごいなこれ。これは温まる。あのこれ巻いてもらうと、あの一応あまりわかんないですね。もうちょっと経ってくるとだんだん高くなる。何ぐらいからもできますよ。あ、じゃあ今日たまたまその。もうわーってなってる時にこう調べ出してこれ調べ出してこの上にバナナ置いとくと腐りにくいんですよ、はい、え、なんですか。あの、まあ、なんか酸化防止剤っていう抗酸化剤っていうのがあって、で今例えば築地の何、はい、て言うんですかのサランラップにシールつけて、はい、でニジマスとかを、はい、あのしばらく、まあ、なんか比較するともう全然腐りにくくなるんですよ。カバロスっていうその加工があるじゃないですか、はい、で それ自体にも何種類がある感じ。何十種類もあるんですよ。それを組み合わせれる、はい、そうですね。でもさらに今進化してる。さらに進化していて、これ普通の生地なんですけど、はい、これに水をつけても染みないじゃないですか。
本当だ。でも濡れてるんですよ。ちょっとお前の服やってみて。これ水にいたのかな。なんか水に黒だで、ね、分かりづらいから。もうあもうすぐ濡れるね。濡れてます。表面についてます。何するんですか。あのまさかまさか。あのえここに例えばこぼしちゃうんですね。でうわうわで結構ガーッいっちゃうじゃないですか。はい。でも染み込ん、いやもうちょっと染み込んでいいですかね。はい。でこんなに、あらいいもうこれ肩残りはさ。これなんか寿司ボンボやってるみたいな。これは肩残りはさ。でこれを今度こうここにちょっと置くとですね。あれ今度色が出てきたの。浮き出てくる。生地の表面から。あ一回透明になったやつまた濃くなるってことですか。いやじゃあこれなんかやや濃くなってきたの。はい。もうですね、擦ることなく、はい、ほんまや振れば、それで取れるんだ。あれはもう繊維に入っていってないんだ。そうすごいわ。だからこれそれが防水じゃなくて、いや防水だと汗がベタベタする、はい、最初の話に戻っちゃうんですけど、その自分が着ていてその汗をかいくときに吸水してすぐ拡散するとサラサラした状態を保てるんですよ、はいはい、そこを今度要は水吸水性があるのに、はい、撥水性があるように見えるじゃん。ああそうですね。あそういうことですね。だから生地の表面に吸水性とか撥水性をものすごく薄く積層していくというか、はい、いやまだちょっとまだ1ヶ月か、まあ、2週間ぐらい縮まりましたけど、でこれはまた違う機能ですか。あこれはですね、はい、まさにこう相反する機能を、はい、これ1枚の、まあ、表と裏に全く違う機能です、はい、可能な限り快適性を追求するとこうなるっていう。本当に愛知県民ですか。愛知県民愛知県民そんなまたおねえさんいねえよ。そうそうだからこれ、はい、真夏はダメなんですよこれ。はい、なんですけど、まあ、例えば5月、6月とか4月とか、はい、まあ、運動したり、まあ、動くと汗かくじゃないですか、はいはい、そうですね、はい、でそうすると嫌じゃないですか、その脇汗って、はい、でその脇汗防止なんですけど、はい、さっき言われた通り全部撥水しちゃうとベタつくので、はいはい、表側はもうこのくらいの撥水をビューン、はい、あらあら滑りだね。裏側は吸うんですよ。汗は吸う、これ吸う方ですね、はい、内側でもこうやってると出るんですね、振ると。あ、本当だ、本当だ。おー、出た。あ、そういうことか。体だったら汗かいて出せる。出せる。中は吸える。でも見えない。恥ずかしくない。脇汗が本来だったらベタって出る。これはすごいわ。すごいわ。白ってスキルじゃないですか。はい。まあ、このくらいはちょっと画像見にくいかもしれないんですけど。透けてますね、これ。あ、じゃあちょっと僕の名刺で、カナダで買いましょうか。あ、はい。顔が出てくる。ああもう全然出てくるね。これ加工してない方。はい。いいですか本当に。はい。これでいいですかこれ交渉成立で。いくよ。お前なんか喋れやお前。言葉が違う。全然違うよ。出ます。ではさっきの軽く発生してるので、はい、水が少し含まないようにしてるので。ちなみにそのうちのなんか機能とかどういうのとか。もう一番紹介できる、まあ、乾きやすいので、はい、まあ、汗びれしにくいとか抗菌性とか吸水拡散性で、はい、で、まあ、サラサラ快適に過ごせる。うーんで汗かいても一応あそういうことですね、はい、清潔感を保つ。匂いとかも匂いも、はい、消臭も、はい、そうです。だから菌自体をもまあ、ぶっちゃけもうちょっとお金かかると、はい、匂いも、はい、例えばもっとすごいのがあるんですか。いやすごいのがあってアンモニアの匂いとか酸っぱい匂いとか、はい、カレー臭とかタバコの匂いだとか、はい、香水とかいろいろあるじゃないですか、はい、あれって実は全部違うんですよ菌が、はい、例えば部屋干ししたら臭くなる菌、はい、モラクセラ菌って言うんですけど、はい、そうそうそれに対応する、はい、やっぱその匂いを消していく、はい、あるいはその生地自体の匂いを消すのか、はい、ここの匂いをこっちに吸着させて消えるのかとか。でこれに対してはどれぐらいの消臭が入ってますか。あんまり強いやつじゃないですか。まだ一般的にその汗とかは、はい、ある程度はなんでそれはついてないですか。もう一回言ってください。なんでこれついてないですか。いやまあ真夏用だったらつけるんですよ。予算が少なかったらしいです。鈴木社長
これは値引き交渉偉いかもしれないね。今のすごいね。壮絶なリーダーよ。すごいです。話が想像以上の機能でした。まあ今日もうこれの話は一切しません。すいませんでした。この話は先ほど納期遅れた。すいませんでした。本当に申し訳ありませんでした。じゃあ今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。